はい、こんにちは、レッドスノーノです。今回なんですけども、私自身が理解学習が重要だとずっとお伝えをしてきています。で、その中で一つですね、これちゃんと理解できていますかという問題を出させていただきます。なので、ぜひですね、あなたもこの内容わかるかどうか確認していただければと思います。内容としては、宅建業法の発注制限、他人物売買と停止条件の内容です。どういった状況なのか、2つありますので、1つずつ解説していきます。まず1つ目の状況。A さんっていうのは宅建業者です。A さんは宅建業者。この A さんは、A 社でもいいんですけども、この A さんは C さん所有の土地について売買契約を締結しました。で、この売買契約については停止条件がついています。で、このような状況で、A さんが、宅建業者でない B さんに対してこの土地について売買契約をここで締結することができるのか、それともできないのかというのが一つ目の内容です。二つ目の内容は、こっちも A さんっていうのは宅建業者です。宅建業者で C さんは土地を持っていて AC 間で売買契約を締結しました。ここと一緒ですね。ただし停止条件はここついていません。で、その状況で A さん、宅建業者 A さんはこの土地について B さんと停止条件付きで売買契約を締結することができるか、それともできないかという2つの内容です。いかがでしょうか。これ基本的な内容なんですけども、意外と理解していない方が多い部分なんですね。で、結果として、このような引っ掛け問題が出て、どっちがどっちかわからないといったことに陥ることが非常に多いので、この動画を見てですね、理解学習をしていただければと思います。通常は無料で理解学習の動画っていうのはお伝えしていないんですけども、今回特別に理解学習について解説させていただきたいと思います。で、まずこちらからいきましょうか。で、ちなみになんですけども、この停止条件っていうのは条件が成就していないと仮定して考えていただければと思います。まずなんですけども、この宅建業者 Aっていうのは、ここで売買契約を締結しているんですけども、これ条件が成就していないということは、取得できない可能性もあるんですよね。条件が成就しなかったら取得できません。そうすると、売り主業者 A っていうのは B と契約したとしても、この土地を引き渡すことができない可能性が出てくるんですね。つまり、A 社っていうのは自己所有に属しない不動産の売買をしようとしているということなんですよ。取得できていないわけだから自己所有に属しないわけですよね。いわゆる他人物のものなので、そういったものについては宅建業者でない買い主と売買契約を締結することは禁止されています。だからこっちは罰なんですね。これが正しいです。 B さんからすると、契約したはいいけれども、この土地引き渡してもらえない可能性があるわけですよね。だから AB 間での売買契約は禁止されているということになります。じゃあ一方こっちはどうなのかというと、これ AC 間で契約してるわけですよね。ってことは、この土地っていうのはもうすでに売り主業者 A 社が取得してるわけですよ。ってことは、これはもう他人物ではないんですよね。自己所有の不動産なんですよ。で、自己所有の不動産について宅建業者でない B と契約すること自体、これは違法ではないですよね。宅建業法違反ではありません。そしてここで別に停止条件をつけることについては、別に B さんがそれでいいというのであれば全然問題ないわけですよね。例えば、B さんが土地を持っていて、この土地が D さんに売却できた、その時初めてこの契約、売買契約の効力を発生させるっていうふうな停止条件をつけていたとした場合、これ売れなかったらこの売買契約は効力生じないですよね。で、これは B さんは分かっていることですよ。で、一方で売れたら、ここの売買契約が効力生じる。これも B さんは、これ、自分自身で停止条件つけて契約しているわけだから、分かっているわけです。だから別に不足の事態起こらないんですよ。だからこっちについては丸なんですね。こっちって不足の事態起きますよね。B さんっていうのは契約したはいいものの、B さんが知らないところで停止条件をつけていて、A さんが取得できない。結果として B さんも取得できないってなってくると、これは不足の不利益が生じるわけですよ。これはまずいでしょう。ということで、売買契約はダメ。つまりこれ他人物売買の話ですね。これ取得できていないわけだから、
A さんは他人物売買をしている、一方でこっちはもう取得する契約ちゃんと結んでるわけだから、これは他人物ではない、だからここで別に停止条件をつけて契約してもいいという話なんですね。これは意外と引っ掛け問題とかで出てきたら多くの方が失点する部分なんで、ちゃんと理解をして頭に入れていただければと思います。もう宅建試験ってこういった問題好きなんですね。ちゃんと理解してるかどうかを問う問題が好きなので、だからこそ理解学習をぜひ行ってくださいって言ってるんですよ。理解学習ができれば合格する確率も飛躍的に上がります。単に問題を覚えて、解説を覚えて、単にテキスト丸暗記、解説を丸暗記したところで、こういったところを理解していないと引っ掛け問題にどん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 引っかかっちゃいますんで、その点ぜひ注意していただければと思います。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。